さんこんにちは。本日の試合は横浜 F マリノス対ベンフィカエスタディオエスコルピオよりお届けしてまいります。解説七海さん、実況ジョンカビラでお届けしてまいります。七海さん、本日はよろしくお願いいたします。こんにちは、こちらこそよろしくお願いします。さあファーストハーフ見ていきましょう。横浜 F マリノス対ベンフィカ、さあ七海さん、この試合注目すべき選手はいらっしゃいますか？ブッフォンでしょうね。はい、若い時から代表に入り経験を積んできた選手ですね、うん、セービングはもちろん反射神経、はい、判断力、リーダーシップとどれをとってもワールドクラスですよ。はい、さあどんなプレーを見せてくれるのでしょうか。期待してみてまいりましょう。アルマ、アルマ、ウィリアンス、ビリシャー、アルマ、ウィリアンス、 F マリノス早い段階からボールを支配しています。もう少し攻撃のスピードを上げるスイッチをどこかで入れた方がいいですよね。そうすれば相手の守備も混乱すると思いますね。とボールはアルマ。前半の3分の1が経過しました。 F マリノス前半未だシュートがありません。ウィリアンス、ウィリシャー、デルデイ、打てる、シュート、ベンフィカ、これ守備陣焦ったでしょうね。デッチェッビエ、マルザッピ、デッチェッビエ、ベンフィカ起点となるアクションを作っていけるのか。釣りで持っていく、カウンターを仕掛けます。まだ危ないですよこれ。抜けてくる、ボールをコントロール、このドリブルを止めます。ジョアン・モウティーニョ、マルザッピ、デッチェッビエ、ジョアン・モウティーニョ、ランパードからピアッティ、ゴメス、アルマ、ウィリアンス、ウィルシャー。前半30分を経過しています。前半も残り時間が少なくなってきました。スコアは0対0。前線へ出す、狙える、ゲイシュイ、いいシュートでしたね。ボールマウスのわずかに右、止まっていてもおかしくないシュートだったと思いますけどね。デッチェッビエ、ジョアン・モウティーニョ、デッチェッビエ、デルレイ、さあ前線へ、ジョアン・モウティーニョ、
クルーズ、マルザッピ。40分を過ぎています。さあランパード、デチェッビエ、ウィルシャー、縦にボールをつないでいきます。さあカウンターのチャンスになります。ウィルシャー、デルレイ、ボールをコントロールする、シュート、懸命のクリア、もう一つ前に行きたい、切り返して中合わせてくるでしょうか、見事なパス、シュート、ゴール決まった。 F マリの先制1対0。ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。前半から得点が動いています。F マリノス先制してそのままリードで折り返しました。まあ、当然後半も追加点を狙ってくるでしょうけどね。そうですね、相手も早いうちに取り返したいでしょうから、立ち上がりから激しい展開になるかもしれませんね、うん、はい。この後のセカンドハーフ、両チームとも監督がどのように動いてくるのか注目です。 F マリノス1点を先制して折り返します。さあご覧のように後半スタートしています。F マリノスボール、ジョアン・モウティーニ、さあランパード、さあキースリンクへ、ここで受ける、ボールコントロール、ウィルシャー、ゴメス、さあフリーダ、ウィリアムズ、ここで前を向けるか、シュート、F マリノス前半の終わり際に得点を挙げて1対0とリードできています。ウィルシャーに渡る、さあ内側抜ける、このボールはここまでご覧になっていかがですか、七海さん。 F マリノスとしてはここで1点取れると非常に楽になるんですけどね。そうですね、F マリノス1対0でリード、ランパード、デチェッビエ、ランパード、ジョアン・モウティーニョ、後半20分を経過しました。デルレイ、ウィルシャー、ウィルシャーが攻撃の原動力になってますよね。自らがアクションを起こしてボールを引き出すことによってチーム全体にスイッチが入りますよね、うん、なるほど。ジョアン・モウティーニョ、ランパード、デチェッビエ、ティースリー、こぼれた、ここはクリアします。ゴメス、
センへのボール、キースリンク、ランパード、でチェッリエ。後半ももう3分の2が経過しています。ウィリアンス、ウィルシャー、デルレイ、ゴメス、どうする、うわ、こぼれた。自分たちのボールであれば点は取られないわけですからね。そうですね、攻撃を仕掛けていって1点取れればさらにラッキーですよね。はい、後半36分です。長いボール縦へ、ランパード、ジョアン・モウティーニョ、ジョアン・モウティーニョ、バルザッピ、デチェッリエ、ヤッティへのボール、切り返してシュート、これは精度を変えたシュートになりました。5分を切りました。 F マリノス、ここは最後試合が終わるまで集中したいところ。F マリノス落ち着いて時間を使います。ウィルシャー、左側上がる、なかなか繋がらないですね。サイドのスペースへ走らせる、オープンなゾーンだ、打てるか、ソン・フンミン、ここで終了を告げる長い笛。1対0、 F マリノス1点差を守りきり勝利しました。さあ七海さん、試合を振り返っていかがでしょう。 F マリノスとしては前半の勢いのまま最後まで乗り切ったという感じでしたね。できれば早めにもう1点入れて余裕を持ちたかったですね。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時間です。解説は七海ひろしさんでした。七海さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。 F マリノス、前半の1点を守りきって勝利しています。
We'll be right back.